はい、のり動画サブちゃんへようこそ。はい、今回はですね、こちらの畑の方で、摘心作業をしていきたいと思います。はい、今ですね、今後ろにも映っておりますけども、まあ、この木もですね、だいぶもう成長をしております。うちの方ではですね、毎回動画の方でもお話し、毎回というかよく動画の方でですね、お話しさせていただくんですけども、うちはもう12、3段、まあ、まあ、4、5段まで取れればもう御の字ですね。まあ、そこになるともう冬になってしまって霜が降りてしまってですね、まあ、実らないという状態になってしまいます。で、今見ていただくと、こちらの方も段数的に申し上げますと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、まあそうですね、今がまさに15、6段ちょうどですね、実がついている、実っていうか、まあ転用してきているような状態になります。で、ご存知の通りですね、イチジクの方は一葉一果ということで、葉の根元に、葉1枚に対して基本的に1つの実がつくという状態になります。まあ、実が飛ぶということで、実がつかない場合もありますけども、まあ、同品の場合は大体つきますよね。で、ものによっては一葉二果ということで2個つくパターンもありますけども、まあ、その場合はどちらか一方がまあ小さくて全然育たなくて1個だけが育ててしまうということが多いので、まあ、その場合は1つですね、成長の悪い方は取ってしまった方がいいんですけども、まあ、基本的に一葉一果になりますので、今15枚葉が出てますので全部収穫ができると非常にまあ御の字になります。摘心の方にはですね、イチジクの成長を止めるという目的があります。で、そこでですね、成長点を切り落とすことによって実際にですね、葉の方の栄養ですね、葉を大きくして葉から取った光合成した栄養を実の方に集めるようなことをしてですね、実を大型化したいというふうな思いがありますので、摘心作業をいたします。まあ、夏になってもですね、だらだらと伸びるという形になってしまうとですね、そちらの方に栄養が取られてしまう、まあ、成長の方にですね、上の方に伸びる方に栄養を取られてしまいますので、それを止めるという意味で成長点をまあ落とします。でですね、一つ注意とすれば、落としてしまいますと、今もですね、脇芽は出てきています。いわゆる春から剪定、そして芽かきということでですね、枝を減らして実を大きくするということをしてきたので、ここで成長点を落としますと、脇芽が出てたものがさらに脇芽が出るような状態になりますので、まあ、その辺はですね、日々回っていただいて、出てきた脇芽は順次取ると。で、今よりももっと脇芽が本当に出てきます。ということで、摘心ですね、作業をしていきたいと思います。摘心する上で、こういう、まあ、ハサミですね、あった方がいいです。まあ、実際にです、これですね、わからないんですけども、手で折った方がいいという話もあるんですね、成長点を。これですね、どちらが正しいのかというのは私も正直言って分かりません。私はちょっとハサミでいつもパチンと落とすような感じにしております。で、落とす方法はもう本当に、はい、こちらが頭成長点ですねになりますので、これをこうハサミで落とすだけになります。で、全部のですね、まあ、これ今畑見回しておりますけども、全部の成長点ですね、落とすという必要性はありません。まあ、こう見回していただいてですね、うちもある程度ですね、大きくなっているものに関しては摘心作業はしますけども、まだ小さいものですね、背丈の低いものに関してはわざわざ落とすようなことはしません。なので、こう一回り見回して、これですとこことかこことか、まあ、ちょっとカメラの向こうになっちゃうんですけども、向こうにあるちょっと高めのですね、伸びてきている枝の成長点を落とすという作業をします。で、ちょっと実際にですね、じゃあちょっとこことか先に成長点の方をお見せしたいので、ちょっと今別のこちら、今カメラのこちら側もこれもですね大きいので先に落とします。はい、こちらが成長点になりますね。はい、こちら成長点、これを落としていく作業が摘心になります。まあ、私ハサミで落としてるんで、こちょきんと白い液出てきますんで、これ本当は手袋してやった方がもちろんいいんですけど、今ちょっと撮影のために手袋してませんけど、この白い液の方は、タンパク質を溶かす成分が入ってますので、素手なんかで作業すると、手の方がですね痛くなります。まあ、それは手が溶けているという実はサインです。はい、ではですね、こちら側も落としていきたいと思います。まあ、落とすのは本当に単に切るだけです。チョキンと、はい、これで OK。 こういう形でもうハサミでチョキンと落とすだけです。あとはこのちょっと奥の方もですね、ちょっと落としていきたいと思いますね。
よ、ここにありますね。これもちょっと長めなのでヒント、あとちょっと向こう側ですね。よっ、うん、あとはちょっと見えるかな、この辺りですね。この辺りももう非常にもう高い状態に、おっ、クモの巣がこの辺もですね、もう十分伸びてますので落としていきます。これもだな、はい、まあ、こんな感じに成長点をどんどん落としていく、はい、こちらが摘心作業になります。でこれですね、私どものイチジク部会の方でも、摘心は推奨されているんですけども、人によってはやらない方もいらっしゃるようです。でなぜかというとですね、脇芽ですね、取っていただいた時に皆さん気づくことはないですかね。これちょっとこちらの方もですね、先日脇芽を取ったやつがあるのでちょっとお見せしますね。はい、今こちら脇芽を取った、実と言いましょうか、場所があります。脇芽を取った箇所があります。ここに脇芽があったものをポキッと折ってあります。で見ていただくと、ここの横の実ですね、ちょっと色が悪くなってるじゃないですか、こういう感じで。で脇芽を取るとですね、そのそばにあった実っていうのは実はこういうふうにですね、若干ですね、こういう形で色が悪くなるんですよ。でこれを嫌ってですね、私は摘心をしないっていう方がいらっしゃいます。ちょっと私もお会いして初めて聞いたんですが、あ、そうなんだと、まあ、確かにそうはなるんですけども、まあ最終的に実った時にですね、色がついてきますので、この辺の色の変化は正直言って分からなくなってしまいます。まあ、味もですね変わるわけではないんですけども、これはまあどちらがいいのかっていうのは正直言って私も分かりません。あ、見た目がですね少しですね悪くなってしまいますので、まあ、あまりやりたくないということで摘心はしないという方がまあいらっしゃいましたね。うちはまあこういう形で長めのものがありましたら基本的に摘心をするような状態にしております。はい、まあ、今回の作業はもうこれだけになりますね。私の方のチャンネルではイチジク栽培に関する動画をアップしております。もしよろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。